で子供がどんどん減っていってます。で高齢者が長生きして死ななくなったから、うん、高齢者がどんどん増えてます。今までの日本人は子供を自分が育てたから、その自分は年を取ったら子供たちの世話になるのが当たり前だと思ってた、うん、それで学校にいい学校に入れたりね、いい職業つけたりするのはその子供たちの力で自分が老後を養ってもらえると思ってたと思います、うん。それで昔の私たちの世代のね、老人はもう朝から晩まで働くのが勤勉なのが当たり前で、それがむしろ美徳とされてました、うん、ところが戦後はもうその社会が全部そういうのはいけないというので非常に休みが多くなって、うん、同日休んだりですね、それから1年でも休みがとても多くなりました。そのために働かないのが美徳のようになりましたね、うん、それがやはり影響しているような気がします、うん。家族制度でした。昔日本はね、たくさんの家族が住んでた。とか戦争に負けてからアメリカの、思想が入ってきて、うん、それで核家族という思想が入りました。だから年寄りと年寄り の, その夫婦と若い夫婦はもう別居することがもう理想になりました、うん、お互い。それで年寄りたちが年を取ってね、働けなくなったからお前たちを面倒見ろって言ってもね、それはずっと一緒に暮らしてないからね、そういう気にならないのね。そういう核家族になった以上はね、もう高齢者は若い人たちを頼っちゃいけない、頼ってもダメってことですね、うん、それを覚悟しろって言いたいですね、うん。で昔日本はね、孝行っていうことがね、中国から孝行、はいはい、親には孝って言って、はい、死ぬまで孝行を尽くすって、これはもうね、もう当たり前の、ね、考えだったのね。だから今はね、孝行なんて言って今の若い人誰も思ってない。無理をして一生懸命大学へやる、それで大きな会社勤めます。だけど今度のようなね、大震災があったりね、津波があってね、何もかももう奪われる時があるでしょ。そういう時に教育をしたってですね、大きな会社だって明日潰れるかわからない、非常に世の中が儚いっていうことをですね、日本人は長い間忘れてきたと思います。それが今ね、今そういう目にあってね、慌てふためいてる。まずね、定年退職っていうのがあります、はい、それがね、早すぎます、うん、で今 65? 今定年退職日本はいくつ65でしょ、はい、65、それはね、早すぎます。65なんてね、老人じゃありません。もう本当にいくらでも働ける。だから定年退職っていうのはね、少なくとも70にすればいい。私は75でもいいと思います、はい。でたくさんのね、定年退職したいろんな仕事をしてた方をね、知ってますけどね、はい、定年退職になったら途端に老けます、うん。人間っていうのはね、人の中に混じって、ね、人に見られてないとね、もう若くなくなる、老ける、うん。それから何かしてないとね、やっぱり老けます、うん。その人たちが社会に戻ろうとしても、ね、社会がそれを、ね、受け入れない今のシステムですね、うん。ですからやっぱり国が、ね、考えを改めなければいけない、うん、その政治が、ね、それを考え直さなきゃいけないと思います、うん。とにかくでもね、いい学校の先生が少ないんでしょ今、それで大騒ぎしてる。でその定年退職した人たちはね、もう非常に高い教育を受けた世代なんですよ。だからその人たちが学校の先生になればいいんです、うん。幼い子を、ね、育ててくれればいいんですね、はい。そうすれば教育がもっとよくなりますね、うん。だからやることはいくらでもある。人間はね、必ずしも自分のしたい職業についてるわけじゃない、うん。家族のためにもうあんまり好きじゃないけども、うん、これが安全だっていう職業についてる人が多いでしょ、はいはい。その人たちは定年退職になった時にですね、本当にしたかったことをね、やればいいね、うん。だから本当は絵が描きたかったんだって言ったらね、もう絵を描けばいいね。小説が描きたかった人は小説を描けばいい、うん。本当に好きなことをね、やればですね、そうすると生き生きしてきます。精神が生き生きしてきたらね、健康です。体が動かなくっても健康です。
心が生き生きしていればね、体も生き生きします。細胞が生き生きします。それで非常に心が沈んでいたらね、うつになんかなった人のもう細胞はね、やっぱりね、うつになってます。ですからやっぱり心が詐欺だと思うんですよ。年を取ったら小食にしなさいってよく言うでしょ。でも私の周囲でね、本当に年を取っても働いてる人みんな退職です。ちっとも小食じゃない。働くっていうことはエネルギーを消耗するから、だからそのエネルギーを補うためにですね、やっぱり食べなきゃいられないんじゃないか、もう私もね、よくねお呼ばれに行くでしょ。そしたらふっと一生懸命こっちは食べてると、ご馳走してくれ、食べなきゃいけない、よく召し上がりますねって、ね、言うので、びっくりしてね、あ、食べ過ぎたからと思う。